ゆうちゃん、もう次お二人目がいらっしゃるんですけど、はい、もうこの企画はですね、4人の先生から学ぶというですね、はい、すごく過酷な企画だと思ってて、視聴者の人はハラハラしながら見てると思うんですよね、はい、でも私は結構いろんな話聞くの好きなんですよ、うん、なんか教え方とか考え方が違う、はい、教え方とかが言い方とかが違うだけで多分何かは共通してる気がするんですよ、うん、そういうの私考えるの結構好きで、うん、あの先生はこうやって言ってたこことこの先生が言ってたここは多分一緒なんだなみたいな、多分理解の仕方とか体の使い方で分かったり分かんなかったりとかするので、そういうの聞くのはすごい好きです。じゃあ次の先生から何が学べるのかということで聞いていただきますか、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、たくさんの女子プロのコーチをやられているというのもあるんですけれども、はい、去年一昨年にすごい有名になったの東大ゴルフ部をあのランクアップさせていったっていう実績すらある。そうですね、はいはい、まあ、東大ゴルフの監督も監督もやられている、はい、何人ぐらい選手プロ10名弱ぐらいですかね。ジュニアが50名ぐらい、はい、まあ、今日本代表の監督もやってるんで、おおすごい、はいはい、もうもろもありプロ中のプロ、もう女子プロの人たちの、はい、悩みと一般のゴルファーの悩みとかが一緒なのかなとか、なんかそういうことを聞けたらなとか。あの基本的にもちろん上手くなりたいっていう目標は一緒なんだけれども、うん、このプロの場合は下手になるリスクがあるところで指導してるっていうのと、アマチュアゴルファーの場合ほとんど下手になるリスクがないところで指導してるっていう意味では全然違うかなと、うん、だからまあプロの指導の方が、まあ、よりこうちょっと慎重ですかね、うん、アマチュアゴルファーの方の指導の場合基本的には全部が伸びしろ、うん、全部上手くなる、だからどこから手をつけても基本は上手くなるんだけど、どこが一番早くその短期的に上達するかっていうのを考える。なるほど、これがアマチュアゴルファーの指導。ちなみにスコアいくつぐらいですか。85ぐらいで平均で回ってはこれるんですけど、はいはい、なんかそれ以上ってなるとちょっとなんかきついかもなっていうのがあるので、あ、じゃあ純ちゃんが80切りできるようになるにはどうしたらいいのかっていう話なの。白 T でやっぱ70台は1回出してみたいなっていうハーフで40は切ったことはあるんですけど、うん、やっぱ全ていいショットではないし続かなかったりとか、うん、いい時しか多分出ない。なるほど。でも半分だけですね。なるほど、うん、体力測定じゃないですけど、はい、しっかりとデータを取って、はい、今どれぐらいのスピードで振れるのか、うん、それを拝見させてもらいます、うん、あ、分かりました。お願いします。お願いします。お願いします。大体どれぐらいなんですかね、スピードとか。ざっくりスピードいくつだったかな。あんまりそういうの気にしたことがなくてすぐ忘れちゃうんですよね。なるほどなるほど。ドライバーで39とかじゃなかった。39とかでした、うん、かなり早いね。全然70代出るね。あ、本当ですか。余裕余裕。39でしょ、はい、39だったらもう全然、39だったらなんなら75でいけます、白 T から。その数字を聞くだけで余裕だなと思います。マジ振るっていうスイングの強さを出すのは簡単ではなくて、でもちろんそれ努力でなんとかなるんですけど時間がかかるんですよね。だからあの比較的スピードさえあればあとは何とでもなるっていう。何とでもなります。だそうです。お願いします。はい、お願いします。素晴らしい、うん、はい、蹴りって伸びしろがかなりあります。お、まあ、クラブスピードのアベレージだいたい今4球取れたんですが、マックス最速値 37.4、まあ、アベレージで言えば37ぐらいですかね。ただここで注目すべきデータはスマッシュファクターの数値です。で比較的いい音がして、いい当たりで飛んだデータですら最大値が 1.46 ということで、まあ、大体プロであれば 1.48 か 1.49 っていう数値が出るんですね。ちょっと今何言ってるかわからないかもしれないですけど、わからないです。まあ、何しろスピードに対して、もし仮にしっかりと当たればもっと強いボールを打つことができるのに少しロスがあるのでボールスピードが出てないっていうことなんですね。で、まあ、それを達成するためにどうしたらいいかって言ったら、当然ながらこれクラブとかの問題点がある可能性があるのと、まあ、スイング中にクラブフェースが開いて当たって
バランスを崩したような動作、打ち終わった後に右肩が上がるっていう動作も比較的多分普段開いて当たりやすいんですよ、はい、で開いて当たるのを体をこうちょっとねじることによって、まあ、なんとかこうカバーするっていうようなスイングを継続してやっているので、当たった瞬間にはこうクラブ軌道に対してですね、クラブフェースがこう何度か開いてる、当たってるんですね。でそれを当てるときにこう体を少し起こすことによってフェースターンを促しているっていうスイングを今なさっているので、本来はクラブフェースがインパクトの時にスムースに振ってスクエアになるようなまあ何かですよね。でこの何かっていうのはグリップである場合がまあね、例えばアドレスの時に少しクラブフェースをかぶしていいかもしれないとかね、当てる時に少し手をこう手首の使い方を少し変えてもいいかもしれない、いくつもの方法があるんだけども、その中でまあどれかをやればこの数値っていうのがポンって跳ね上げることがまずできるということです、はい、でこれはですね、本当はトラックマンだけではなくて、はい、あのスーパースロー動画でこうなんていうんですかね、クラブのインパクト付近でのクラブの動きをしっかり見たりするとより早く改善されます。なかなかなんでこうアマチュアゴルファーの方がうまくならないか、ね、うまくスピード感を持ってうまくなれないかっていう最大の理由は自分が打ったミスを正確に理解できないからなんです。そうですね、例えばどこに当たった、うんうんうん、どこのフェースの向きで打った、どの軌道で打ったっていうのがあまりにも瞬間すぎて把握できないんですよ、うん、だから把握できないから我々のようなコーチにどうなってますって聞くわけですけど、うん、でも聞いても正確には理解できないんですよ。だから本当は、そういうものがどういうことが起こったのかっていうのを正確に把握するためのなんていうんですかね、そういう動画が撮れるようなところがスタジオにあったりするので、そういうところでレッスンを受けられると比較的早くうまくなる。フェースが開いて当たってる、軌道に対してクラブフェースが開いて当たってるのはまず間違いないので、はい、そこだけ直しましょう。はい、じゃあちょっと構えてみてください。はい、はい、まあだからなんならこれ今のいい構えなんですよ。こういうのって綺麗な構えでうまくいかないんだったら崩してもいいんですよね。はい、でもうちょっと捕まえられる構えにしたいんですよ。はい、そうですね、もうちょっと手上げましょう。上げる、まあグリップフックにしましょうね、とりあえず、はい、でフェースかぶせてもいいですね。まあちょっとこれやりすぎかも。だから捕まえる要素をセットアップで入れて、はい、いただければいいので、ちょっとまあそうですね、もう一番簡単なのフェースかぶしちゃうのが一番簡単ですね。はい、はい、じゃあちょっと思いっきりスイングしてみましょう。あ、打っていいですよ、打っていいです、思いっきり。おお、おー、速っ。はい、ね、一番飛んだでしょ。もうほら、もうだからポンって一発打てば今の中で、まあ、スマッシュファクター上がって振った時にフェース面がまっすぐなるような準備だったり工夫を覚えなければいけない。で、これはこういうデータを取ればすぐ分かること。でこれはもう簡単です。アマチュアゴルファーは一番簡単なのはフェースかぶせるか、はい、フックグリップにするか、うん、でもちろん動作で言うんだったらちょっとこう手首ですね、トップで手首をこう小屈っていうんですけどね、左手で首を締めるか。でもちょっとこれね、手首弱い女性の方だと怪我するリスクもあるんで、これはまあ人によります。できる人もいるしできない人もいる。こうやって打つんですか。そうです。1回ぐらい、あ、やばい、こうして、あ、こう、そうですね、こう、はい、こうです。こうやって打つ、うん、指握れてないけど。そうそうそう、でこのまま当ててくるイメージ、こういう風に。そう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 、最初は普通にじゃあ握って、はい、いつも通り握って、そうです、でこう、そうです。器用だな。行ってみます。はい、どうなったんだろう、なんかもう手ばっか気になっちゃった。これは手ばっかり気になる。球が上がんない、 3.6 だ。それはそうですよね。今のは、はい、当然手を締めるとハンドファースト、手元が先行して当たりやすいんで、うん、アイアンとかだと適してるんですよ。だから例えばダスティン・ジョンソン選手とか、うん、そういった選手はすごく手首を締めてるんですけど、女性でいきなり手首締めてやれるのもすごいですよ。普通はなかなかこういうの動作できないので。あ、でもね、ちょっとやんない方がいいかもしれない。まあ、なんていうのかな、がちょっとね、そう、ちょっと手首とかの痛みが出る可能性があるのと、うん、もちろんそのグリップをやるには、その動きをやるには、そのグリップとの相性も関係するの。だからあまり多分やらない方がいいかな、タイプ的には。確かに、あまり向いてないと思います。向いてないです。はい、じゃあちょっと最後もう一回しっかり飛ばしてみましょうか。はい、
はい、素晴らしい。でこれに関しても今 1.4 スマッチファクター 1.48 と非常に効率がいいと。あとはまあ打ち出し角であるとかそういうのをしっかりコントロールすればいいんですけど、最初に打たれてたような 1.45、1.43 っていったクラブフェースが開いて当たるようなものはなくなる、はい、で基本的には簡単な方法の方が何度でも成功する確率が高いので、まあ、おすすめは自分でね、はい、フェースが被せるのがやりやすければ その方がいいのかもしれない、うん、私は多分こうグリップ変えるよりかはちょっとフェースを被せた方が一番いいかな、ね、一番いいかな、はい、僕もそう思います。フェース被せても、はい、しっかりといい弾道になっているので、そういった意味では距離が出る、はい、簡単にね、うん、もし明日ゴルフですごい飛ばしたいと思えばこの方法はいいかなと思います。井上先生、はい、これワンタイムレッスンの企画で僕ら参加させてもらってるんですけど、はいはい、本当にめったにできないというかなかなかそういうアマチュアゴルファーの皆さんに指導する時間が実はなくて、なので、まあ、そういうの逆に言うと貴重な機会で、はい、私にとってですね、私にとってそのアマチュアの方を指導できるっていうのは貴重な機会で、はい、スタジオとかありますか？お弟子さんの方とか教えてるスタジオとかをご紹介したいと思ってるんですけど、はい、どちらにありますか？あの横浜の本木にあります。元町中華街駅から、まあ、でもちょっと車で10分ぐらいですかね、はいはい、横浜本木インドアゴルフ練習場で、そこにはあのそれこそ、まあ、私はもう仕事上測定機器に囲まれてる生活をしているので、トラックマンがあったりギアーズがあったりボディトラックがあったり、スーパースロー動画があったり、まあ、本当にもう世界最高の機材がごそっと揃った上で、非常にちゃんとアナログ的なことを分かりやすいことを言いますじゃあそちらの方に、はい、予約してみてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。今回はゴルフネットワークさんのサービスでワンタイムレッスンという、1回単位でレッスンを受けられるというサービスのご紹介ということで取材にやってきました。都内80カ所にあるそうで、まあ、気軽に1回単位でレッスンを受けて、まあ、自分で考えてやるよりもやっぱりプロに教えてもらって自分の悪いところとかいいところとか理解しながら、練習していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに、まあ、今回受けてみて感じました。皆さんもぜひゴルフネットワークさんのワンタイムレッスン検索して、受けてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。